みんな今日何してますか？クーカのライブ？おお、いいね。現地で？カズちゃん、久しぶりありがとう。ヒラリーハートさん、ありがとう。ちょっこみど、ちょっこみど。チョコミントチョコミント先生ありがとう。音楽の日見てます。おお、今日はリコチとアズミンが出るんだよね。エンジョーさんありがとう。ツインテールかわいい。ありがとうありがとう。ツインテールハマりそうです。カムレさん、ジョンファンさん、ありがとう。マヤハマ、今日はハッピーちゃんのシャンプーにの送り迎えをしてきました。あとは携帯のホーム画面をリフォームしてた。ちょっといるアプリといらないアプリを断捨離して配置を変えたりとか、なんかショートカットってやつを使ってアプリを可愛くしたりとかしてました。おたまちゃんありがとう。こんにちは。携帯が超可愛くなった。携帯の中がベリーベリーキュート。ももクロ活やりたい。ももかつももかつしたいよ。ありがとう。チョコミントありがとう。嬉しい。これチョコミント達成したらマイハッチもアイスもらえるんかな。アイス欲しいんじゃ。そう、実はね、あんまり使ってないアプリあるよね。使いこなしてますよ、めっちゃ。福太郎、マサ太郎、山猫さんありがとう。ヘアツガさんありがとう。チョコミントいっぱいで幸せや。こんにちは。やっほやっほー。今13日、卒業公演まであと半分くらいになりましたよ。皆さん、半月くらいになった。早くない？種類関係なく30万ポイントダイスもらえる。欲しい欲しい、アイス欲しい。早いだよね、早いだよね。めっちゃ変な言葉で喋っちゃった。早いよね。アーリー配信、え、見たい見たいよ。しばさんありがとう。 お料理の美味しそうな音が聞こえる。確かにチケットの発売めっちゃ遅くない？なんで他の公演はさあれなのに卒業公演はあれなの？いつもこんな感じ？なんかもっと早くあれかと思えば、あれしか言ってない。今メンバーの調節してるのかな、出演メンバーの調節を。だから出るメンバーがまだ決まってないから
出せてないのかなっていうのもありそう。まあ何にしろみんなが来てくれるなら前八は幸せ。お話し会でね、いっぱいね、卒業公演の日はお休み取ったからねってね言ってもらえて、とっても幸せでした。ビッグラブ。前八卒業してもショールーム続けるから、みんなフォロー外さないでね。ショールームがこのまま引き継げるかわかんないけど、 X とかみんなフォロー外さないでね。強行で日帰り、え、絶対無理だよ絶対日帰り無理じゃろ。次の日はちょっと、おー、まあ、深夜のバスとかだったら、ちょっとショールームがこのまま使えるかどうかは分からん、正直。なんかメンバーによってはしてるし、してない子もいるから、お前たちはどうなるか分かんないけど。深夜だったら帰れるの？え、みんなどうやって帰るの？当日帰るみんは。だって終電って結構早いよね、新幹線だと。キチも岡も消えてた。最終新幹線大阪なら行ける。そうなんや。めっちゃ長く喋ったろうかなパッパと終わらせるね。言いたいことは言ってパッパと終わらせれるように頑張るね。ありがとう、アイスシュー。エビ様マークありがとう。なんかどれぐらいだと間に合うかわからん、もうそもそも優さんありがとう、かっちゃんありがとう。10時ぐらいまである。あ、そうなんやね。前破壊込みでえ、前破壊込みやったんかーい。ミッケイブさんありがとう。確かに駅から帰れるかどうかの方があれだよね。前半もよく終電で東京から広島に帰ってくるんだけど、だいたいタクシーで帰るもん、お家まで。あー、タクシー代がーって言いながら帰ってくるよゆうさんありがとう。まあ仕方ない。そういえばみんなに言い忘れとったんじゃけど、別に言わなくてもいいんですけど火曜日にね、新幹線に乗って人生2回目のプライベート東京に行ってきました。でも何にもしてないの。だから特に言うこともなければ話すこともないっていう感じで申し訳ないんじゃけど、プライベートで2回目。東京に行った。ひえもんありがとう。迷子のお子さんありがとう。
日本語通じた？ギリいけたね。またアイドル目指すの？まあそうかね。アイドルやりたいなと思ってるけど。どの辺回ったん？渋谷あたり？渋谷あたりって言っても歩いただけ。ほんまに歩いただけ。予定があってね行ってきたんじゃけど、なんかせっかくならちょっとさいいご飯食べたりさちょっと遊んだりすればいいじゃんって思うじゃないですか。せっかくプライベートで東京に行くんだから。前ハッチは予定の時間もギリギリぐらいの新幹線で行ってで、まぁ、ちょっと身なりを整える、その新幹線乗ると髪がボサボサになったりお化粧が崩れちゃうから身なりを整えるためにカラオケボックスに30分ぐらい入ってで、まぁ、身なりを整えて歌わず出てそのまま予定の場所行って予定が終わってそのまま駅乗って、東京か広島に帰る。なんかネカフェがどこにあるかわからんくって、まあよくでもネカフェで時間潰すんですよ。ネカフェ大好き人間じゃけんネカフェ行こうと思ったんだけど、そうせっかく東京にさ広島から行くってなったらちょっともったいないけど、やることもないしやりたいこともなくて、しかも全然お金持ってなくて、普通にトンボ帰りポーンってしてきました。めっちゃお尻痛い、もうお尻痛すぎて。うち来る？家行きたい。でももう平日なのにめっちゃ人多かった。ていうか帰りがさちょうど5時半とか6時ぐらいのサラリーマンとかの帰宅ラッシュだったから、もう山手線がさぎゅうぎゅうでさ、でなんでさそうやばかった。お昼はねまだねなんとか乗れたけども、あと一回東京の終電に乗ったことあるけど終電やばいね。この量が乗るのみたいな、入るのこの量がと思って見てたけど入ってた。私反対のホームの電車に乗る予定でこっちが終電なのを見てたんだけど、もう溢れるぐらい人いたの終電なのに。え、これ入れなかったらどうするつもりなんやろっていうぐらい人が多くて、見たら入ってた。私東京に行って感動したことは、本当にさ人がぎゅうぎゅうな時間帯あるじゃん、広島とか山口とかに住んどったら考えられんぐらいギュウギュウなやつ、扉のさシューって閉まるところのここをさこうやって持っとる人おるやん、壁になるみたいな壁になっとるタイプの人を初めて見て、うわこれってほんまにあるんじゃ。かなかなさんありがとう。そう初めて見たあれを、それこそ終電を見てた時にあれ初めて見た、すげえと思って、これほんまにあるんやって。最終形態昔はもっとすごかった。え、そうなん？あ、でも見たことある、係員の人がこうやってやってるの見たことあるかも。そうだよね、なんか一本待ってっていう
のもさ、まああれだけど、ちょっと込みすぎて降りたいけど降りれなかったとかない？あ、私それはね、結構デカめな声ですいません降りますって言えるタイプなんですよ。ごめんなさい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 ってめっちゃ言いながら降りるタイプで、やばいやつ認定されてるかわかんないけどね。な、本当に人が多い時はさ、山手線とかだったらさ降りてくれるじゃん。あれはいいよね。あの山手線とかさ、都内、まあ都内だけかわかんないけど、先にお金払っちゃうタイプってさ、どっからでも降りれるじゃん、 JR 系って。ホームがあるから。でも広島の市電とかバスとかって乗って一番前で降りなきゃいけないから、一番前まで行くか出口から降りても一番前まで回るかみたいなあるから、人がめっちゃ多い時は乗ったところからあんまり離れんように気をつけて、降りる時にシュッてサッて降りて前でお金払うみたいな。でも結構やばいやばいみたいな時は、すいません降りまーすって言う。支店出口間違えたことある。いやでもそうだと思う。普通にだって、あの一人しかいないとかも全然普通にあるから。最近はどこからでも降りれるようになったよね、 IC カードが持ってる人ならとか。なんか改良はされとるけど、やっぱまだね、ちょっと古い車両とか一車両とかだったら前まで行かないけん。でも社会人の人は少ない気がする。なんか学生が多い市電は。なんかさ、人と人がこういるからさ、めっちゃ狭く感じるけど、すいませんって言ったら人ってかっ、なんかほんまに急にさって開くよね。あんなにもうぎゅうぎゅうに見えるのに、すいませんって言ったらなんか隙間が開きます。あれほんまにすごい、人間って板になれるんや。成広さんありがとう。ね、さっきまでのぎゅうぎゅうさどこ行ったみたいなくらい広くなる。みんながこうこうやってやってくれるけん。でも外国の方が、外国の方にすみません降りますって言っても分かんないじゃん。でも黙って待ってたんですよ私。でも気づいてくれるまで、だ全然気づいてくれなくて、扉が閉まる寸前ぐらいに気づいてくれたんけど、わあごめんねーって言われた。わあごめんねー、めっちゃ可愛くない？日本の人はさ、やっぱあすいませんみたいな感じやけど、外国の方やったら、わごめんね言ってくれる。あとコンビニとかでなんか並んでて、ありがとうって言って帰っていく人とか見て、なんか心がほっこりします。私は、うん、いい人、ありがとうって、わごめんねみたいな。その優しい人いっぱいいる。いいよね、なんか温かい空間が。みつまめさんです、ありがとう。赤砂号さんありがとう。わ、前八お題投稿してなかった。前ラジの、前ラジをやる文化がもうさ
体に染みついてなさすぎてさ、全然忘れとった。お題投稿します。何にしようかな、決めました今早っ、決まるの早っ。え、これはファンの人にもらった毎もう毎日同じ、もうなんかファンの人からもらったやつばっかり来てますけど、これはファンの人からもらいました。革チックで着てるよ、前八デザインじゃない。ちょっと待って、前歯の部屋ね、前歯の部屋の扇風機壊れたんよ、やばい。カラーボックスがめっちゃ開いとる、汚い。だからこのマイメロディーちゃんの扇風機で耐えてる。これはコラボ商品らしい、山猫さんによるとコラボ商品だって。まつげ、確かにさっきあげたの。でも下まつげ抜かれたからもうちょっとおこう、下まつげの逆まつげのせいで眼球がめっちゃ傷ついてるからって言われた。まつげ抜きますねって言われて、でもうちでは手術してないから違うところに行ってくださいねって、紹介状かけますよって、また来月来てくださいって言われたんやけど、来月かーって思ってそう、逆さまつげが眼球に当たるとさ、まばたきの回数がめっちゃ多くなるし、めっちゃなんか痛いんやけど、だからさ、こうまつげが生える向きはもう変えられないんだってさ、ずっと。だから手術するってなったら、まぶたの下まぶたをこうやって眼球に当たらないように、今前歯のまつげこう生えてるのよ。それをまつげの下まつげをこうピッてやることでこうやってちょっとこうなるみたいな。痛そうやない？いや、眼瞼下垂の手術をした時もう痛かったね。ね、麻酔が痛い、眼瞼下垂した時も。いや、なんか普通の眼科の先生だったよ。両目、うん、右目だけなんよ今ね。抜かれてここだけまつげがない。この辺は普通にペーってなっちゃうんだけど、この辺だけあれです。この前メロディー可愛くない？でも確かにまつげパーマとかじゃダメなんかね。でも抜かれたけダメじゃ抜かれたけダメですわ。まあいっか。なんかまつげが生えるたびに抜きに来るか手術するかどっちかですねみたいな言われて、毎回抜くの痛いよって思いながらお医者さんにね会いたくさん、ありがとう。
こんにちは。そう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 、真上に向かってまつげが生えてるから、巻き爪のまつげパンみたいな。まあそうじゃね、だいたい上まつげが真っ逆さまに、真っ逆さまに生えるんですけど、下まつげもあるらしい。真上に向かって生える。もうずっとピトッって眼球にピトン。もう離れない。引っこ抜かれてあなただけについてゆくみたいな全然みたい、みたいがよくわからんね。そう、こっちに生えてほしいんですよ。そしたらマスカラも塗りやすいのに、もうマスカラ塗るのやめたの、この逆さまつげのおかげで。まつげ抜かれたしショック。でも痛くないからよかった。痛くなくなったからいいけどさ、まつげ抜かれるのはちょっと想定外、ショック。まあでも対処の仕方としては本当にもう手術するかまつげ抜くかしかないっていう感じだから、とりあえずまつげ抜きますね。なんかポン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 ポーンって抜かれた、 4,5 本抜かれた。結構ショック。まつげ抜いたらまつげ塗れないじゃんってなったけど、それで痛みが軽減されて痛みがなくなったから、まあいっかって。そう、もう痛くてしょうがないから眼科に連れて行ってください、お母様お願いしますってお願いして連れてもらったからさ、ここでさ、いや抜かないで帰りますとか言ってもさ、しょうがないじゃん。え、きついよね、まつげ 4,5 本、下まつげ 4,5 本抜かれるの。正直言って、ちょっと悲しい。また生えてくるよね、きっと。逆さまつげってどんぐらいの費用かかるんじゃろうね、調べよう。逆さまつげ手術、手術言えんのよね、前さん。下まぶた、逆さまつげ下まぶた、開放27万5千、両目で。じゃあ片目で10何万ぐらいってこと？高くね？逆さまつげの手術ってそんなするんや。抜くっていう方法もあるらしい。なんで片目だけなんやろ。え、これ保険適用じゃないと思う。これね、実費だと思う。保険適用、保険適用されるんかな、前歯の逆さまつげ。それも分からんよね。保険が適用されれば1万円以下で受けることができます。だってらしいよ。すごいね、保険適用されるかとされないかでこんなに変わるんだね。でもさ、
保険適用されない人もさ悩んでるわけじゃん、その逆さまつげに対して。やっぱちょっと、いやそれはされませんねって言われたらちょっと悲しいよね。全国めぐりさんありがとう、 TX さんありがとう、ヤッホー。適用外で両目で30万弱やん、高いね。美容ってなるとやっぱ高いんだろうね。保険適用だったら安いけど。梅さん、夏子さんありがとう。夏子ちゃんの哺乳瓶かわいい。変なワードやね、なんかそれだけ聞いたら。エビさんもありがとう。ね、聞いてみよう、またまつげが生えてきたら。もう抜かれたけんさ、手術できる、あ、いいんか、別にそこの病院に紹介状出してもらえば。写真とか撮っとるけ。初見です、ようこそ、こんにちは。でも切開だって、切開になるらしい、こうやって切って。だってさ、前はさ下まぶたの位置が違うんですよ、両目で。こっちの方が上がってて、こっちの方が下がってんの。だからこっちだけ逆さまつげなんかね。わかんないよ。わかんないよ。なんてね。ピクピクしてないの？なんかしてた。この前。なんか2日連続ぐらいでしてた。なんか今日は大丈夫。美容外科？いや、普通の眼科で。見てもらったよ。でもそこでは手術してませんからって言われた。紹介状は出せますよって。普通の眼科でいいやろね。でも結構さ、眼科って若い人断るらしい、手術とかするの。なんか若い人ってデザインとか気にするやん、なんかこういう形がいいみたいな感じでさ。そういうのは眼科の先生は考えとらんけん。ただ本当に治療としてこれをこう向けるだけであって、なんかこうしたくてっていう要望があるんだったら、もう美容のところに行ってくださいって言われるらしい。なんか眼検科数をやった時も結構断られて。でも前半もとりあえず開けばよかったけん、あれやったけど。結構断られたよ。なんか。デザインを気にする人が多いけん。うちは若い人はやってませんみたいな。結構断られた。暑い、この部屋の扇風機が壊れとるけん、つかんのんよ、電源入れとるのに。ね、なんで暑いか分かった、前はパーカー着とるけんじゃん。アホでした、エアコンついてまーす。バカじゃ、バカでした。いやでもね、
あのね、みんな外に出るじゃないですか。お外に出るとき、実は長袖で出た方が涼しいですよ。あの白い長袖とか超おすすめなんだけど、前半はこのパーカーでお外に出て、うわ暑いってなったことないもん。お家の中は半袖の方が涼しいけど、お外は半袖の方が暑いまである。あの日が照ってる時間はね、直接肌に紫外線を浴びると暑い。あと暑いから半袖を着ているっていう人間の錯覚みたいなのもあると思う。前歯は別に夏だけど長袖着てるよっていう気持ちで外を歩いたら全然大丈夫。まあ、でも倒れると危ないけん水分はいっぱい取らにいけん。あんまおすすめはせんかもしれん。前はなんでいつも長袖を着てるかって言ったら、日に焼けたくないっていうか、その日焼け止めクリームを塗りたくないんですよっていう理由でいつも長袖を着て外に出る。なんか日焼け止めクリームってさ、もうさ、なんかひと手間だしベタベタするし好きじゃない。もののふさん上だっていいなー、いいなー。もののふ、ものももクロ活動したいんですよ私。一緒にしませんか、ももかつ。でも長袖着とっても日に焼けるって言うよね。夜ご飯ができたっぽい。そろそろ終わろう。推しは誰なの？かなこちゃんとアーリンよりの箱推し。来週レニちゃんのイベント出てくる。いいな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 。でも最近さ、ももクロちゃんさ、ライブ配信とか結構よくやってくれるよね。ママがね教えてくれるの。 TikTok ライブやってるよーとかね教えてくれる。ポチャポチャくんありがとう。ライブ行きたい。ライブもうスタンディングで行きたい。お願い。かまいさん好き。わ、わかる。めっちゃいいよね。あるインスタライブ。インスタさ見れんのよね。 TX さんありがとう。でも桃色歌合戦とか出たいな将来。うわー夢広がる。え、もう絶対スタンディングがいい。私もう春の一大事に関係者席で席を取っていただいて行ったんですけど、あ、お金は払いましたよ。ちゃんとお金払って席は確保していただいて行ったんですけど、もうねスタンディングのみんなが楽しそうすぎてもうってなった。私も立ちたいってなったけど我慢しました。もうフェスとか行きたい。うりゃおうりゃおいしたい。
まあぜひ皆さん現場でマイハチ見つけたら声かけてください。なんかさ、みんなさ、なんかオタ仲間がいるじゃない、その界隈の仲間というか。でもマイハチはさ、そういうの作れないからさ、アイドルだから、アイドルだし、その公式アカウントでさやるわけにもいかんやんか。公式アカウントでさ、物の人つながりたいみたいなできないじゃないですか。そうだからさ、必然的に一緒に回るオタ友達なんていないわけで、そうなんかオタ用アカウントを作っていいわけないじゃないですか。そうだから、まあもちろん友達はいないけど、でもみんな友達といてすごく楽しそうなんですよ。でも私は一人ぼっちだから、もし見つけたら声かけてください。喜びます。早く行きたい、もう僕らのライブに早く行きたい。みんなさ、何を見てさ、ももクロさんの出るさフェスとかイベントとか見てる？公式のやつ見てる？でもさ、公式じゃないけどほぼ公式みたいなさアカウントの人がさ、大体何でもつぶやいてくれてるよね。あー、ファンクラブ入る、ファンクラブ入る、なんかね、昔パパが入ってくれとったんやけどね、もう一回入ろうかしら、入っちゃおうかしら。この前グッズ見てたらさ、あのベレー帽じゃなくてヘルメットみたいなのが出ててびっくりしちゃった。今ももクロちゃんとかやってんの？ももクロちゃんとはやってる気がするけど、ももクロちゃんってまだやってるの？タグ検索で情報収集。なるほどね。これはもうももクロさんに限らずみんなの情報収集の仕方を聞きたい。入った方が良いです。入ります。 TVer で見れる。てかこんだけ長い間ももクロちゃん続いてるのほんまにすごいわ。前半がだってめっちゃちっちゃい頃から見よったもん。マイハの人生のほとんどはももクロちゃんじゃけ。もう夏にやるさ、夏にやるさ、お化け屋敷企画のさ、長野さんとか大好きだった。おはようももクロちゃんって番組、あのあれですか、ちっちゃい子向けのやつ、あれは別のやつ。この歌とワニちゃん好き。いやー、この歌好きなの、いいね。この歌君にあげ、まだちょっと拙いんだけど。マイハはステイゴールドが好きです。マイハめっちゃ病んでた時にステイゴールドめっちゃ聴いてた。玉井さんの君は間違ってなんかない、乱れたこの時代、生きろ生きろが好きだった。好きでそれを聞くためにマジで聞いてました。散々笑われてきたそいつらを本当の笑顔に変えたいも好きです。あと一期一会がマジでいい曲。T シャツを持ってるデザイン好き、わかる。あれいい。カラオケでももクロ歌うと喉が悪い。わかるわ。しんどいよねあれ、めっちゃ。
まあカラオケ行くとパルトってわかる？みんな三島遥ちゃんってねももクロ歌ってくれるんですよ。一緒にチャイマックスとかやしたらさ、二人とも全力で歌いながら踊るんだけどさ、もうあれですよ、ぜーぜー。前はあのあれ春の一大事福山に来てくれた時にずっとかかってて、入場の曲で、それでもうマジで虜になった。いましたね、はい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 みたいぐん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 ってなります。それはもうもののふもうももクロの話とか始めたら終わらんよ。あ、そう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 、いい本で卒業発表してすよく覚えとるね。前は言われるまでもう忘れるとこだった。思い出せなかった。スタッフはザッキーさんありがとう、ありがとう。みんなアイス投げてくれて、アイス食べれそう。なんか今も会うの？うん、まあ時々会う。なんかそんなにさ、県が離れとるけん、二人とも。走れ好き、走れ伝説。笑顔が止まらない、走れ、あ、強く強くだっけ、走れだっけ、照明がさ全部消えてさ、みんなでペンライト振る演出があるやつ、あれ走れだっけ、大好き。強く強くもういい。落ちサビのかなこちゃんが大好き。え、もうなんか卒業するのにさ、 STU の思い出とか話さずにさ、一生ももクロのこと語ってんのやばいね。ごめん、やるちゃんありがとう。やばいね、ほんまに好きなんですよ。DNA、 泣くのは自分次第、笑うのも自分次第さですか。さあどうすんのか決めな。てて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 て、ラプソディー。ありがとう、アイス投げてくれてありがとう。ああ本当にちょっと待って、マジでさ、なんかイベントとか行きたいんだけど。でも最近さ、もう本当にさ、ありがたいことにさ、ありがたいことにさ、SNS が復旧してまして、本当に。TikTok とか、まあ、インスタ前始めねんけど、インスタとかやってくれとってさ、もう本当にありがたい。あと、X も、公式の X でさ、今日は〇〇してますよってマネージャーさんがつぶやいてくれたりとか、もう、時代、ありがとうって感じ。でもかなこちゃんも30歳なんやね。もうだってさ、みんなイドラのジャケ写見た？もう神よ、神になっとる。アーリンのやつもマジで美だし、レインちゃんも可愛いし、かなこちゃんも可愛いし、もうなんか、
もう前歯もう前歯ももクロのことしか喋ってないっす。昔ももクロに入りたくてね、スターダストのオーディション受けたことあるんですよ。普通に落ちたんですけど普通に落ちたんですけど、でもそっからなんか、あ、ももクロは新しいメンバーとか入れずにやっていくグループ、あの48みたいにさ、入れ替わりの激しいグループとさ、そうじゃないグループがあるじゃん。少人数でもうずっとやっていきますよってグループと、で、あ、前歯はももクロには入れないんだって知ってで、そっから、あ、じゃあ同じステージに立てるようになればいいんだって思って、違うけどアイドルグループを目指すようになったんですよ。それでアイドルを目指すようになって、そしたらいつか同じステージに立てるかもしれないと思って。でも一回チャンスあったんですよ、アヤカーニバルのチャンスあった。マジで直談判しに行った、お願いします本当に何でもするんで、お願いしますお願いしますお願いしますって言ったけど無理だった。一番悔しかったから、それが。で、悔しくて配信のなんか URL をね、マネージャーさんが送ってくれたんですよ。これで見れますよ、ぜひどうぞって送ってくれたんやけど、ちょっと悔しすぎて見れんくって、 STU のところは。でもそしたら超莫大レス来とった。けど前歯がまだアイドルで居続けるんだったらチャンスはあるかもしれないから、それに向かって頑張りたいと思います。前歯はももクロさんと共演するまでアイドル辞められんって思いよったんよ。じゃけ STU も辞められんって思いよったけど、なんでか分からんけど卒業することになりました。でもいつかできるよね、きっと頑張れば。それまではただのオタクとして頑張りますよ、マイハ。マイハ今日だっけ、昨日だっけ、ママに、あ、昨日か、マイハももクロ活するために頑張るねお仕事って言って帰ってきた。なんかももクロと共演するならシティにいた方が叶うよってよく言われるんですけど、それはね分かってるんですけど、でも叶ったところで私が出れなかったら意味がないじゃないですか。でもそういうことが大人数グループにいると多々発生するんですよ。フェスに出たいけど出れませんとか、16人公演出たいけど出れませんとか、そういうのがねやっぱ大人数だと発生してしまうんですよ。それがちょっと前歯とは合わなかったなっていうところではある。でも STU の活動はなんかなんだかんだずっとしんどいしんどいって言ったけど、振り返ってみたら楽しくていい思い出ばっかりやなと思う。だってさ、あやカーニバルに出れんかったって今言ったけどさ、これもしさ出れた時にさ超面白い振りになるじゃん超面白話題になるから、その時のための。よるちゃんありがとう。
そういうマインドでいくわ。まあ、でもももクロさんと共演したいだけでアイドルになったわけじゃないけん、アイドルになりたいかった理由もちゃんとあるよ。前八目立ちだ、目立ちだやがりやでしだし歌ったり踊ったりするの大好きだけ、なんかももクロのためにアイドルをやっとるわけじゃないけど、それも大きな夢の一つですよって感じ。チャーハン定食さんありがとう、アトムさんありがとう。じゃあそうそう終わりますよ皆さん、本日もありがとう。ももクロの話ばっかりしてた、楽しかったじゃあランキングを読みます。13位おたまちゃんありがとう、12位なりひろさんありがとう、11位ひさぽんちゃんありがとう、10位 TX さんありがとう、9位ひさしありがとう、前8位ザッキーさんありがとう、7位かなかねさんこれからも非常にありがとう、6位よしよしよしよさんありがとう、5位ゆうさんありがとう、4位まさたろありがとう、第3位ぽちゃぽちゃくんしっかりご飯食べてゆっくり休んでてありがとう、チョコミント食べよう最高、第2位ビクブさんありがとう、第1位は山猫さんありがとうございました、ありがとうみんなアイス投げてくれてありがとうね。じゃあまたお会いしましょう、今日も一日お疲れでしょ、じゃあまた会いましょう、せーのバイちゃん、バイバイ、おやすみー。